皆さんアニポケは見ていますか？面白いですよね。それで今回よく見ると謎が多い昔のアニポケのシーンについて見ていきたいと思います。では関係なかった。アリカット君、これを飲まないと。ストリンダー君、ありがとう。落ち着いたぜ。不治の病に侵されていることはリスナーさんでは内緒でしょ。ストリンダー君、ありがとう。俺、チャンネル登録100万人目指して頑張るよ。頑張って。大変なかったら最後まで聞いててください。よく見ると謎が多い昔のアニポケのシーンについてまとめてみた。アニポケは約24年間放送されているんですが、初来の頃のアニポケはよく見るとおかしいなというシーンが多くあります。今回はそんなおかしいなと思ったシーンの一部を紹介していきたいと思います。まずはこちら、ミュウツー我はここにありという特別回のシーン。ミュウツーが作ったコピーポケモンにニドクイーンがいて、そのニドクイーンの子供が登場するシーンなんですが、普通にニドクイーンの進化前はニドなんですよね。ですが当時のニドクイーンの子供がこちら。いや、ニドクイーン、いや、ニドなんじゃなかった。これアニメ見返しててびっくりしました。やっぱりコピーポケモンなのね。改造されていて子供もニドクイーンの姿になってしまったのでしょうか。今見るとめちゃくちゃ謎ですよね。次は謎の生き物が映ったシーン。それが登場したのがサトシがカスミのお姉さんたちとバトルする回です。これ結構有名なんですけど、サトシが花ジムというところに行き水槽を眺めるシーンです。水槽の中がこちら。魚いるやん。これ何も考えずに見ると普通なんですが、ポケモン界って魚も全部ポケモンなので、普通の魚いないはずなんですよね。ポケモン以外の魚が泳いでいて、今見ると結構違和感がありました。あの後絶滅したのかな。次は貴重の個体が出てきたシーン。アニポケオレンジ諸島で登場したのはなんとクリスタルのイワーク。全身が水晶でできた個体が過去に出てきました。タイプ相性が普通のイワークと違います。水晶を多く含むものを食べ過ぎた結果、こんな風に姿が変わったみたいですね。これ一説によると今のリージョンホームの元ネタになっているのがこれみたいですね。イワークが水の中にいるって謎なんですが、まあ見た目かっこいいから全然ありです。こいつがハガレールになった姿を見たい。ゲームにはいない特別な個体ですよね。次はこちら、サトシがリンゴを食べるシーン。いや、迫力やばすぎ。しかも断面めっちゃ綺麗。これを秒でやるサトシはやっぱりすごすぎますね。まあサトシのやばいシーンはこんなもんじゃないですけどね。とまあこんな感じでよく見ると謎が多い昔のアリポケのシーンについてでした。ちょっとでも高動画ショートタチャンネル登録、よろしくお願いします。ではまた次の動画で、せーの、グッディー。